こんにちは、マンコ田中坊です。皆さんお久しぶりです。今日はもう6月なんですが、6月何日や、今日10日じゃあ12か12なんですけど、もうトレーラーを乗ろうってこういろいろやろうとしてから、バッともうあっちゅう間に2ヶ月ぐらい経ってしまって、その最近田中も何にも動画上げなかったんですが、ちょっと一応報告じゃない、報告でもないな、とにかく挨拶なんですけども、田中も、トレーラーに乗ろうと思って頑張ってた、いや頑張ってないかな、ちょっと何が言いたいかよくやっぱりわからないんですが、田中も一応トレーラー乗ろうとしてたんですけども、もうざっくり答えを言うと、トレーラーには乗っていません。または大型トラックに乗っています。そう、ほんでトレーラー乗ろうとしてたんですが、そう結局そうやな、なんて言ったらいいの、諸事情じゃない、そんなあれもあれじゃなくて、トレーラー乗ろうと思ったんですが、もうざっくり言うと、もうちょっといろいろ人間関係でいろいろあって、もうやめてしまいました。ほんで結局今またこうやって大型トラック乗って走ってるんですけども、大型トラックに乗って、そういろいろ感じることもやっぱあって、そう人間関係でちょっとなんかもう嫌やわって思って、もうなんかもうそうちょっといらうやーってなってました。でそう、まあでも一瞬人間関係にすっごい、まあ、もう人とこう接するとかなんかもう嫌やなとか思う気持ちにもなったりとか、でも今こうやってまたトラック大型トラックこうやって乗って仕事してるんですけど、そうこれもまた人とのこの縁で今仕事をさせてもらってるんで、なんか嫌やなって思ったあの時もあったんやけど、今になってまたこうやっぱり人とのつながりがあって、こうやってまたすごいいいところで仕事させていただいています。はい、人のあったかみをまた今感じて仕事をしてる、そんな状況です。はい、そうまあほんで今日一応最近の田中坊ということで、そう今はそのもうトレーラーに乗ることはちょっと今はもうやめました。またいつか思うそんな風に思う時があるかわからないんですけど、またその時はその時で、今はまたこの大型トラックに乗って頑張りたいと思うんで、またよろしくお願いいたします。またほんでそう動画も走行動画とかやっぱそうもう風景が好きやなと自分でやっぱもう改めて思うんで、まだ走行動画とかばっかりやと思うんやけど、はい、見ていただけたら嬉しいです。もしも見ちゃろと思ってくれる人がおってくれるんやったら、はい、見ていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、で今日はシズモ国道19号木曽路を走っています。走ってないな、今は止まってます。で木曽路のちょっと風景、まあ風景っていうかここ今わざと助手席を開けているんですが、ちょっとこっちピッ、あそこ滝の音がもうザーザー聞こえています。すごい、やっぱちょうど梅雨で結構最近雨ばっかり降ってるんで、このように木曽の川もこうちょっと濁ってる、まあ濁るほどではないんですけど、ちょっと濁ってる感じです。でももう滝がこうマイナスイオンがブリブリ出てる感じがして、落ち着きます。はい、ではちょっと今日はもう早速出発したいと思います。これここシズモの道の駅になります。ほんで向こうちょっともう向けますが、このように山にこう霧というか雲が立ち込めて、ザ梅雨って感じがします。ではちょっと走行動画撮って今回の動画は終わりたいと思います。これからもまた走行動画とか上げていきたいと思うんで、また本当によろしくお願いいたします。では一度終わります。はい、じゃあ今からシズモの道の駅を出発します。
ちょっとほんまの一瞬だけ走行動画映したいと思います。この静岡の道の駅はあの国道19号線岐阜県中津川市になるんかな、ギリギリ。はい、ほんでここ道の駅から出るとちょっと走ると両側からあのこの木の緑がこう生い茂っている緑のトンネルが見えてきます。そこがいいポイントです。そう、あのチャゲ&アスカさんの水のトンネルをくぐるようです。ちょうどこの梅雨の時期なんで、ここです。ここ、こう木が両方からこう右左生い茂ってきてるんで、ちょっと木のトンネルをくぐるかのようやけど、ちょっと画面上でわかるかな。ただ木が生い茂ってるか生えてるだけやんってなるかもしれないんですけど、はい。お、基礎地、わお、これは大蔵路地来ましたよ。はい、懐かしの大蔵路地でした。で、はい、終わりです。こんな感じです。で、ここ今雲がこうぼわっと、今日やっぱあの湿度が多分むっちゃ高いと思うんですが、もう川からこうぶわっと湯気がいっぱい出てるな。で、もう先ほど言ってたここから長野県の渚町に入ります。はい、今日はこんな走行動画でした。ではまた、これからまたあの走行動画とか、あのぼっちやと思うんですけどあの上げていきたいと思うんで、またほんまによろしくお願いいたします。あの田中坊、ちょっといろいろほんまあのうーんってすぐになんかこう悩んだりとかすると動画上げるのも止まっちゃったりするんですが、はい、あのまたぼっち上げちゃい、あの上げようと、はい、そんな感じになっております。よろしくお願いいたします。あと、こうもう波がもうあれですけど、もうあのこのもうあの右のこの霧みたいなのがもうめっちゃ綺麗。あ、もうめっちゃ綺麗。ここダムになってるんですけど、右側何ダムなんやろな、これ。そう、ダムってことは分かってるんですが、ダム今日はもうほんま霧がすごい。ちょっと今トンネルに入っちゃって見えないんですけども、これこういうの多分ね、トンネルの次ここドーモンやな、これ。こういう、あ、沈もドーモンですね、これ。沈もドーモン、ちょっと右側こうやってあの穴ぼこ開いてる、あの崖側だけが壁で、右ダム側か、川、要はこういう川とか海のところにこういうドーモンってあるんですけど、トンネルじゃないですよね、ドーモンのやつ。はーい、でドーモン抜けてきたら、これ右手がちょっとあのダムせき止められたところなんですけど、もう雲がこうほわーっと湧いてきてます。今日は湿度が 100% なっとんかな、これは。それとも 90% ぐらいなんかな。ただいまの気温20度です。はい、ではダラダラ喋って終わっちゃいますが、一度終わります。あともう一つ、もうちょっといった渚のところの桃橋、そこも映してみたいと思います。はい、では先ほどの静岡の道の駅からダムを越えて、ちょっともう1キロ2キロ走ってきたこの辺が、ここね、それすぐにちょっとあの名前は忘れるんですが、あの木曽川に綺麗、あの吊り橋的な橋がかかっています。ここはあのいつも田中坊にあのコメントをくれている、あのコメント、もう全然動画上げてないんで、あのあれですけども、そう、あげるといつもくれる京子さんの近くです。そう、この橋の近く、ちょっともう今日は橋がちょっと霧がかって、あ、今しっかり見えてきたかな。すいま
ません、いつも京子さんお世話になってます。何お世話になったのかわからんけど、動画を見ていただいてありがとうございます。ここです、この橋、ちょっともう風情のある橋、もうなんか渡れそうにないと思っとったんですが、渡れるみたいです。なんかどっち側ほんまなんかわからないんですが、渡れるようです。はい、ではこれで今日の動画は終わりたいと思います。はい、今日も、あれかな、京子さんは今日はちょきちょきしとってんのわからないです、月曜日なんで。はい、ではこの木曽川、横に霧がもわーっと出てるこの霧の中を横目に終わります。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。